ちらはネクスコ東日本です。午後10時10分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに7号小松川線上り方向の情報です。兼用口のおよそ4キロ先から錦糸町までの区間で舗装工事を行っています。続いて1号羽田線下り方向の情報です。羽田を先頭に昭和島ジャンクションまで2キロほど渋滞しています。引き続き木更津方面へ走行中の方にお知らせします。15キロポスト付近の幕張インターから16キロポスト付近の多元市インターまでの区間で追い越し車線が規制されています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実際です。